こんにちは、モノパイロットのリムです。本日はですね、私一人でオープニングを撮らせていただいてるんですが、ただいまメンバーにはイヤホンをつけてもらって寝室の方に行ってもらってますので、僕の声は聞こえてないのですが、一気に行きましょう。本日の企画、メンバーの顔に米粒がついてたらメンバーは気づいて撮ってくれるのか検証。さあ、というわけで佐藤のご飯をご用意させていただきました。この後ね、ほかほかにチンさせていただくんですが、僕の顔どっかですね、ここら辺かな、口の周りに米粒を一粒だけつけさせていただきます。そしてね、それをしっかりメンバーを気づいて取ってくれるのかという検証でございますね。シンプルな検証でございます。いやー、どうですかね。まあ多分僕の予想、雪見は気づいても取ってくれません。ですが本日の企画は、取ってもらうまで一生終わりません。僕がとぼけ続けて、メンバーが取ってくれるまでずーっととぼけ続けます。え、何が何がって感じでとぼけますんで、みんなが取ってくれるまでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。よいしょ。さあ、というわけでこちら佐藤のご飯をほかほかに温めてきました。そしてですね、メンバーには事前に今日企画することは言ってて、もうカメラが回ってますよっていうのは言ってあるので、でも何をしてるのかはわからないという状況になっております。ではまず僕のお顔にこちら米粒を一粒つけさせていただきます。見えるかな、ここに一粒ついてんの。こんな感じでいきたいと思います。それではじゃあ雪見から呼んでいただきます。一人ずつ。あ、そうです。こちらに座ってください。何、これ何すんの。いや、言えないです。気づいてほしい。気づいた場合どうしたらいいもん。どうしようか。ついてんね。ついてる。ごめん、え、なにこれ。え、びっくりした。え、なにこれ。なんかついてる。あ、米粒か。ここについてる。これか。どうしようか。じゃあ、なになに、え、米粒がついてんの。うん、見てみ。ついてるか。でもそのそれやと分かりづらくない。ノーマルで見る。米粒ついてる。うん、ほらほら、ここどこ、ほらほらほら見てみ、ほらどれ、ほらほらほら、これか、これこれこれ、ハンデ、違う違う違う、これこれこれ違う、どれ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 だよ、どれどれこれだよ、どれこれこれこれ、見えこれ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 どれこれこれ、ああそう、ああそういうね、あれね、そういうやつね。ああなるほど、理解したわ。ちょっと待ってね。はい、終了です。ああ、やっぱりだ。あ、そういうやつ。なるほどね。これどういう曲なの。これはメンバーの顔にお米粒がついてたら撮ってくれるのかっていう。ああ、で撮るまで、撮るまで終わんないっていう。なるほどね。いや、なんかしらじらしいなと思って。いや、俺一発目で気づいたからな。速攻気づいたもんな、座った瞬間。次誰呼ぶ予定。次はサムさん。こっちこっちつけ、こっちこっちつけ、ちょっと分かりづらいとこ行こう。うん、こっちこっち。じゃあ、ゆきみさんは取ってくれました。ありがとうございます。そういう、よかったよかったよかった。あ、そういう、なんかこんなんでよかった。お、あんまり全然大丈夫。あんまり一発目やしね。うん、じゃあ、また向こう戻っとく。あっちに戻ってく。サムさん呼んできてください。あ、オッケーオッケー。では、サムさん用のご飯粒をつけます。分かりづらく、ここら辺でこれでいきたいと思います。もういいっすか。はい、こちらへ。今回は一人ずつやっていこうかなと思いました。はい、まあ企画をね、してるとは彼らには言ってあるので、うん、まあまあまあ進めていきましょうって感じで。なんか、俺らからアクションせなかったと。いや、全然全然、まあ普通に僕と喋ってくれたら大丈夫かな。うん、三部さ、うん、三部ってさ、よくさ、人と喋るときにさ、目見て喋ってくれるやんか。え、もうなんか気づいてんの。いや、特に。あ、全然。よかったよかった。真剣にね、うん、真剣に話そうと思って、今日は。うん、まあ、ゆきみも真剣に喋ってくれたんだけど、たまには、たまにはこういうのもいいかなって。まあ、何してるかは、まあ、そんな深く考えないで、まあ、気づいたらなんか、はいはいはい、言ってくれるとかで大丈夫。ああ、なるほど。全然気づいたらでいい。気づいたらでいい。全然気づいたらでいい。もう俺今一番心配してるのは、うん、尺大丈夫かなっていうことしか。尺か。ああ。あ、でもそこは気にしないでいいんだよ。ああ、そうだな。うん。もうナチュラル。ナチュラルナチュラル。で言っていいってことだもんな。え、もう米粒ついてる。米粒。うん。どこに。
より深く通じちゃった。え？見てる。うん。これつ、うん、ついてる。どこ？ほくろやこれ。それ右。こっち？うん。これか。ほくろだ。違うやん。新人類やん。このほくろあったとしたら。え？えぐい。真っ白や。ほくろ？取れないよもうほくろ。このまま今後やっていきたいってこと。半分次第かな、そこは。あー、なるほどね。大ヒントだよ。なんかしないで。いや、まあまあ、そう。気づいてはいるよね。あ、もう分かった、分かった。うん、じゃあ、ちょっと行かせていただきます。うん、正解！本日の企画はですね、メンバーの口の周りに米粒がついてたら、アルマ取ってくれるのかっていう検証でございました。何これちょっと乾燥してますね。ごめん、俺がちょっと時間かけすぎて。そうだから、ほっぺついてるよって言われちゃうと、俺確認しないといけないからさ。なるほど、取れちゃう可能性があるんだ。あ、俺結構あれやった。あんま良くない。良くないかもしんないけど、ちゃんと最後には取ってくれたから大丈夫だ。あ、よかったよかったよかった。俺が取っちゃったらまずかった。あ、なるほどね。取っちゃったらもうこの企画終わっちゃう。終わっちゃうから。あ、なるほどね。そこそこ点数高かったんじゃないですか、じゃあ。ゆきみさんの方が早かったですね。あー。ゆきみさん30秒ぐらいで取ってくれた。え、こうやって？ティッシュ越しに。ティッシュ越しに。カメラ外行っちゃって、ティッシュ探して、こうやって、ティッシュティッシュ。で、ティッシュでこうやって撮ってくれました。なんか嫌じゃない？嫌な感じ。もう座った瞬間に、こうなったから。一瞬で気づいてくれた。いやでも、二人目も成功でございます。よかった。ありがとうございます。チャレンジ成功です。サムさんでした。イェイ！で、ラスト、僕が米粒をつけたら呼んできてもらっていいですか？あ、オッケーオッケーオッケー。はい。いやー、いいね。二人目も成功したということで。余裕ですよ。じゃあ、米粒つけます。どうしよっかな。え、アギにさ、食べてくれそうじゃないもはや。確かに。食べやすい鼻とかにしようか。鼻にしよう。よいしょ。こんな感じで、行きたい。では、呼んできて。食べてほしいな、アゲインには。はい。あ、ここに座ってください。よいしょ。まあ、今回3人目なんですけど、うん、まあ、真剣な話をしたいなと。真剣な話したよ、うん、まあ、サムにも言ったんだけど、やっぱり真剣な話するときとか、うん、人と話すときにちゃんと目見て喋ってくれるじゃない、うん、なんか変かな、うん、俺真剣な話してるから、うん、笑わないでほしいんだけど、うん、え、な、何静かに言ったことこれ、あ、そういう、どういうアクセサリー的な、アクセサリー、あ、ついてる、ついてる、お米が、お米が、お米がどこに、鼻に、え、ほらどれこれこれ、そう、これこれ、これなんだ、これこれ何、米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 ついてる、あー、オッケーオッケーオッケー、じゃあちょっと目つぶって、ギュッてつぶって、うん、ギュッてつぶって。本日の企画、メンバーの顔にお米がついてたら取ってくれるのか検証食べなくてよかったああ食べなくてよかった。そういうんじゃないんだ。そういうんじゃない。取ってくれるだけでゴールだったんだよ。でもね、アギー始まる前に、ここにつけたら食べてくれんじゃねって、サムと喋ってたら、本当に食べてくれたから。すごいよ。すごい。ちょっと、みんなーみんな来てー、いや、すごいよ。みんな君たちは、ね、素晴らしい。全員。全員。あ、全員いけた。全員素晴らしかった。ちゃんと食べたそれぞれの個性が出てたわ。君は普段潔癖みたいな感じで言ってるじゃない、だからティッシュ越しに取ってくれて、サンプは気づいたけどちょっとなんか尺を気にして伸ばし始めて最終的に取ってくれると、アイリンは食うっていう、さすがだけど。やばかったよ、鼻っこって言われた誰で取ったの、誰で取ったの、やばすぎ、すげえダンバスすごい、ギャーッ
や、期待通りだったけど本当にそれとは思わないじゃない。大体こう取ってこう食う。そうそうそう、やっぱ3番目だから、やっぱダイレクトダイレクトに行かないと。YouTuber として、ね、YouTuber として素晴らしかったですよ。というわけでですね、はい、今回の企画はメンバーの口の周りにお米粒がついてたら取ってくれるのかという、ね、口の周りじゃなかったよ。もう口の周りでしょ。ここまで口の周りですよ。はい、広っ。という検証でございました。全員成功でございます。ありがとうございます。ね、この動画いいなと思ったらグッドボタン、そんな良くなかったなと思ったらバッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは以上、モノパレットでした。何食ったの？え、何も食ってない。何も食ってない。つけただけ。つけただけ。温めて。つけただけ。そうです、毎回論外しょうもないから、も曖昧なかもそんでない、光が刺す声がかとならせ、今は話したらもう眠らない、ストーリーゲッターエンドロールでまだ早い。モノパレットフィフスアニバーサリーライブ、はい、ノーティーロイヤルがモノパレット初となるゼップ花で開催が決定しました。結成当初から、はい、ゼップで4人でライブをするのがまた一つの目標だったんですよね、うん、よく話してたね。そうなんですよ、うん、こういう5周年という記念すべき日に、はい、開催ができるということで、皆さんにね、足を運んでいただけるように全力で頑張っていきますので、足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ゼップ花田でお待ちしております。それでは以上、モノパレットでした。遊びに来てね。